今シーズンから2軍の指揮を取っている小久保二軍監督に話を聞いています。小久保さんのことは知ってますよ。知ってますよね、はい、もちろん小久保さんに聞いているのは、はい、ファーム施設での育成方針ですとか選手に期待すること、こういったことも聞いています。福岡市から車でおよそ1時間、 JR 筑後船小屋駅からは歩いて10分の場所にある玉スタ筑後。練習環境や設備面ではファームの施設としては12球団ナンバーワンとも言われています。設備がやっぱり整ってるところですかね。もうあの2軍とは思えないやっぱ球場の大きさだったりとか、そういう練習施設だったりとかやっぱりすごいなと。マスターの魅力は選手と近いことと、あとは若い子を覚えられてこれからどうなるかなっていう感じが楽しいかなと。そんな玉スタ筑後で今シーズンから2軍を指揮するのが小久保二軍監督です。ファームはやっぱり一番に来るのは育成のところなんですよね。打席数をどうするかとか、どのピッチャーを一軍に投げさせるためにどこで投げさせるとか、勝つだけのために、はなかなか動くことができないのがファームだと思うんで、あんまり勝ち星というのがあんまり気になってないというのが現状ですね。先月の2軍戦では未来の大砲候補と言われているリチャード選手にバントのサインを出すなど、1軍でのプレーを見据えた采配が目立ちます。1軍でいきなりクリーンアップで柳田みたいにノーサインで打てる選手、じゃあ今の段階でいるかっていないんで、だったら刺しとかないといけないと。1回やっぱり刺しとけば成功体験があるのとかないと全然違うと思うんで。現役時代はホークスの4番として活躍し、数々の怪我を乗り越えてグラウンドに立ち続けた小久保二軍監督。プロの世界で生き抜くためにはとにかく強い体作りが大事だと言います。2軍になれば6連戦があってそれが当たり前で、今度1軍になれば6連戦以上も増えて143試合もあるわけですよね。だから出続けるために何が必要って、強い体根本的になかったらこの世界では無理ですよね、だからとにかく強い体を作りましょうというのが一番最初に、少々痛みがあったとしてもこのぐらいなら試合に出れるとか、パフォーマンスは少し下がるかもしれないけど、あとは首脳陣の判断に任せます、ただ僕は試合に出たいですというようなやっぱり選手が数多く出てこないとやっぱり強い組織にならないんじゃないかなと。玉スタ筑後から今後どんなスターが生まれるのか注目です。